古代。古代。恐竜は昔々の古代に生息していました。恐龙生活在古代很久以前。文明。文明。先古代エジプト人は素晴らしい文明を持っていました。古埃及人有一个伟大的文明。異物。神器。考古学者たちは壺などの古代の遺物を発見します。考古学家发现古代的神器，比如陶器。ピラミッド。金字塔。エジプト人はファラオたちのために巨大なピラミッドを建てました。埃及人为法老建造巨大的金字塔。帝国。帝国。ローマ帝国は広大で強力でした。ローマ帝国庞大而有力量。城。城堡。中世には騎士たちが城を守っていました。中世纪时，骑士们保卫城堡。探検。勘探。クリストファー・コロンブスの探検は発見につながりました。克里斯托弗·哥伦布的勘探导致了发现。君主制。君主。君主制では王や女王が支配していました。国王和女王在君主制中统治。革命。革命。アメリカ革命は新しい国家を生み出しました。美国革命带来了一个新的民族。民主主義。民主。民主主義では、人々は自分たちのリーダーに投票します。在民主中人们为他们的领袖投票。宣言。宣言。独立宣言は有名な文書です。宣言是著名的文件。独立。独立。インドはイギリスの統治から独立しました。印度从英国统治中获得独立。憲法。宪法。アメリカ合衆国の憲法はアメリカの路を案内します。美国宪法指導美国法律。奴隷制。奴隶制。アメリカの歴史における奴隷制はひどいものでした。奴隶制是美国历史上可怕的一部分。開拓者。先驱。開拓者は西に新しい土地を開拓するために旅行しました。先驱们西部前往定居新的土地。
産業革命。工業革命。工場や機械はこの時代の生活を変えました。工厂和機器改变了这个时代的生活。選挙権。選舉權。女性の選挙権が女性の投票権をもたらしました。妇女選举权导致了妇女的投票权。市民の権利。公民权。市民の権利運動は平等を求めておののいました。公民权运动争取平等。第二次世界大戦。世界大战。第二次世界大戦は世界規模の戦争でした。第二次世界大战是一场全球性的冲突。記念碑。纪念碑。自由の女神像のような記念碑は有名です。自由女神像这样的纪念碑是著名的。発明。发明。電話は重要な発明であった。電話是一项重要的发明。革命家。革命党人。チェゲバラのような革命家は変革を戦った。像切格瓦拉这样的革命党人为了改变而斗争。歴史家。历史学家。歴史家は過去を調査して書く。历史学家研究和记录过去。古代ギリシャ。古希腊。古代ギリシャは哲学者で有名だった。古希腊以其哲学家而闻名。石器時代。石器時代。石器時代は初期の原始人の時代でした。石器時代是人类历史的早期阶段。